持たれない？だって今までだったらいらないっていうかさ、うん、ラーメンだけで十分だった。あとすぐ慣れちゃったね。あ、いけちゃう。もうすぐいけちゃうようになっちゃって。体大きくしたいっていうこと？あ、そうそうそう。でもあれですよ、あの朗読劇がこの間あってさ、はいはい、それ1ヶ月前に採寸してたのよ、うん、衣装を、うん、で当日、うん、パンパンで。そうだったんだ。うわーと思って、うん、あ、その衣装さんもなんかあれなんかなんか胸周りと腹周りすごいパンパンだけどみたいな、こんなはずじゃなかったみたいなことにはなっちゃったけどね。1ヶ月前でね、だいぶ変わったりするもんね。そう、衣装問題ね、あるもんね、結構ね。でも順調に筋トレしてますよ、毎日。あれだね、その脂肪でっていうか、全体的にこう。そう、筋肉で増えたからまだいいけどね。いいなぁ、それ。順調ですよ。お、お、ちょっと。ちょっと。これ、はい、普通の今週のニュースと何が違うんですかね。本当ですね。なんか年末感出してましたね。なんか僕たちもなんか近況みたいな感じに。うん、僕も本当ここ1週間ぐらいの話ですよ、全部。あれ、聞いたら30分番組にね、なったのも今年からの4月かららしいんで、うん、そう考えるとなんか本当記憶が全然定かじゃないですよね。覚えてないからね。最近の中で話した感じ。そうだね、うん。残念でした。残念。コーナーの締めくくり残念でしたで締めんの。はい、はい、ということでお時間です。以上、西山梅原今年の重大ニュースランキングでした。小太郎と雄一郎ひょろっと男子学ベビのことを教えてあげるよ。鹿島隆一役の西山孝太郎です。上谷隼人役の梅原裕一郎です。テレビアニメ学園ベビーシッターズのことを皆さんに教えてあげるコーナーです。今回は僕が演じる隆一の弟孝太郎と梅ちゃんが演じる隼人の弟鷹について紹介します。はい、うん、そうですね、鹿島小太郎くんは、うん、僕の龍、一くんの弟で、はい、すごいおっとりしていて、うん、感情があまり表に出ないですね。うんうん、そのコミックスのその1話からも、わかる通り、うん、結構我慢強い。そうだね。確かに。あったりするので、うん、なんか自分の中で結構いろいろ考えて、うん、整理してっていう、この年齢のね、なのにっていうのはすごく。まあ、強い子ですよね、うん、ある意味で。ね。でも本当に何も考えてないんだろうなっていう時も多くて、そういう時にすごいまたいい表情をね、見せるんですよね。あとなんかみんなでダンス踊ったりみたいなね、時にちょっとずれちゃったりとかね。本当に可愛らしくて。おっとりしてるから。うん。そう。あとね、隆一のことをニチャと呼んでね。ニチャのことが大好き。そうだね。うん、本当にね、小太郎と、隆一が、どうして相愛。お互いがいないと、ね、多分、うんうんうん、ある意味こう依存してるんじゃないかな、お互いに。っていうぐらい、かもしれない。いないとダメな関係っていう感じをね、すごく、感じますね、うんうん。そんなにこう、喋らないじゃない、うん、だからなんか小太郎がこう、ちょっとでもセリフがこう長くあるとなんか新鮮だよね。うん、新鮮、わかるわかる。おぉ、喋った、うん、何々聞く聞くってすごいね。うん、なるね。うん、嬉しくなっちゃう。そういうことですね。かわいい。パカ。はい、まあ、やんちゃでうるさいやつですよ。ね、とってもやんちゃで。やんちゃだね。まあ、ただ、強いかと言われたらそうじゃなくて、泣き虫なところもあったりとか、うん、感情の振り幅が、全然、こう、まあ、僕が演じるハヤトと違うというか、そうだね。真逆と言ってもいいんじゃないかっていうぐらいなんですけど、まあ、常にね、兄貴の、ハヤトに怒られたり、そうだね。したりしてますけど、でも、ハヤトのこと大好きで、ねえ。それはもう、本当に、純粋に好きで、可愛いなって思います、ね。いいよね。お兄ちゃんのことかっこいいってね。そうね。うん。言、うん、う時もあれば、照れて言わない時もあって。そう。でもお兄ちゃんはなんかそっけなくて。ね。なんか、一見ね、一方通行に見えるんだけど、うん、ちゃんとね、お兄ちゃんも、タカのことは好きだし。ね。とってもいい関係性なんじゃないかなって。うん、思いますね。はい、そんな可愛い小太郎とタカ以外にもですね、保育ルームにはもうまだまだ可愛いでもパワフルなベビーズがまあたくさんいますので、そちらにも注目してもらいたいなと思います。うん、ここに書いてある台本読んで朝からキュンキュンしてますなんてツイートしていた西山くん、弟たちは相当可愛いみたいですね。いや、マジで可愛いから。こんな
朝から宣伝をちゃんと朝から宣伝って座長として本当に思ってることですよこれ。第4話でキュンキュンしてた。本当にキュンキュンしてた。最高でしたよ。もう、ね、あのね、うん、本当に賑やかだよねアフレコブースが。まあ、実際この保育所みたいなところに、うん、保育ルームにいるかのような臨場感というか、ね、うん、音量もねすごいですよすごいですよ本当に。特にね、あの拓磨役の斉藤彩香さんと、うん、高役のね、あの三平さんが二人そう、すごいね、にぎやかで、うん、そういうキャラクターっていうのもあるんですけど、いや本当それぞれがいいキャラの立ち方をしているというか ね、いやカズマもね、カズマもちょっと泣き虫だし、うん、お祭りみどりちゃんもねいるしね。みどりちゃんと斉田さんの関係もめちゃめちゃ好きなんだよな通じ合ってるよね、うん、なんかね、なんか多分コミックスだけではあのなんだろうな、あの見えなかったところっていうところにもスポットが当たってると思うので、うん、そうだね、ぜひそちらにも、ね、うん、注目してもらえたらなと思います。というわけで今週は以上です。今後もですね、テレビアニメ、うん、学園ベビースターズについて一つずつ皆さんに教えていきますのでお楽しみに。そしてここでいよいよ来週1月7日から放送開始になることを受けて、コーナー内でこんなメールを募集し